ハローシルジャパン TV。 今日はシルジャパン TV の T シャツを着ています。じゃん、かっこいいロゴでしょう。これのワイングラスとかもあるんだけど、オーストラリアの友達が私のデザインを見てオリジナルで注文して頼んでくれました。ありがとう。今日のテーマは、この前カルディに買い物に行ってきたら新しいチョコミントを見つけたので、お菓子紹介やっていきたいと思います。イエーイ。まずね、もう持っているチョコミント結構な種類になってるんだけど、前の動画でも紹介したアンデスチョコレート、あとはじゃん、これはウィッタカーズのチョコレート、もう食べてるから残り少ないんだけどね。そしてさらに今回はじゃん、新しく買ったのがこちら、じゃん、トリアノンチョコレートスティック。こういうチョコレートスティックって普通プレッツェルのなんかポッキーみたいな感じが多いんだけど、これはチョコレートでできてるみたいで、ちょっと SNS でも人気だったので買ってみました。そしてあとはチョコミントマシュマロ、今私の家には、あとルックチョコレートもだ、じゃじゃん、ルックチョコレート、今私の家には1,2,3,4,5で、これで6種類目のチョコミントイエーイ。チョコミントベアも大喜び。それから SNS で有名だった塩バタカマンっていうカマンベールチーズクリームのクッキーみたいで、美味しそうなので買ってみました。それから美容と健康にデーツ、これも何回かリピ買いしてるんだけど、もうストックがなくなったので買ってきました。この前行ったら売り切れてたんだよね。だからもう次どうかなと思ったけど、なんとかゲットできました。なんかいろんな種類があるんだけど、私はこのキャメル工房、キャメルコーヒーの、デーツが大好きです。じゃあ新しいお菓子はこれとこれとこの3つ。わあ、こんな感じになってるんだね。後ろに日本語表記になってて、そしてここから開けるんだ。オープン。おお、すごい、こんな感じ。すごいね、こんな感じなんだ、おしゃれ。じゃあこれハサミで切って、オープン。うわー、めちゃくちゃいい香り。へー、オランダだって、オランダのチョコミントなんだ、すごい。わー、こんな細くてスティック状。へー、すごい美味しそう。トリアノンチョコレートスティックいただきます。うん、パッキパキ。おいしい。後からミント感がふわっとやってくる感じ。チョコレート自体は、ダークなのでそんなにしつこくなくて食べやすい。この食感がいいよね。コーヒーにもぴったり。そしてすごい口どけが良くて美味しい。
こんなの初めて見た。 SNS で紹介してる人がいたので気になったんだけどね。美味しい。スティックなので食べやすいし、この食感が癖になるって感じ。すごい、おすすめです新しいおすすめチョコミントコレクターになってる。じゃじゃん、こんな感じよし、OK。 続いてはじゃん、これも気になってたので開けてみたいと思います。なんか本当は3種類ぐらい種類あるみたいなんだけど、この1種類しかちょっと見かけなかったので、この1種類のやつを買ってみました。じゃあ早速オープン。あー、中が個包装になってる。いいね。うわ、パッケージがすごいかわいい。へー、あ、結構厚い、厚みのあるクッキーかも。ソルティーバタークッキービズカマンベールチーズフレーバークリームだって。美味しそう。じゃあ早速開けてみましょう。オープン。うわー、分厚い。じゃん、すごい厚くて美味しそう。わー、チーズの濃厚な香り、美味しそう。いただきます。クッキーはサクホロって感じね。なんか少し塩っ気のあるクッキーで、で中にまろやかなチーズクリームが入ってるって感じかな。こういうのってさ、なんか開けたくなるよね。開けれるかな。割れそう。うんうん、美味しいけど結構パサパサ、うん、サクホロなんだけど結構パサパサした印象があるかも。クッキーのところにちょっと塩が含んでるのかも。うん、パサパサしてるのでコーヒーと一緒に食べるといいかも。うん、塩バターだからワインとかにも合うのかなと思ったけど、結構うん、ティーブレイク向けっていうかお菓子っぽいそんなにおつまみって感じではないかな。でも一つが本当に食べ応えのある感じ。うん、美味しい。うん、後からなんか塩っ気が来る感じ。うん、クッキーの生地がちょっとしょっぱめかも。私はやっぱりチョコミントの方が好きかな。チョコミント、これでも本当にすごいパキパキ。うわー、すごい、ここに綺麗な模様が。こんなにパキパキなんだよ、すごい。じゃあもう一回行ってみよう。うん、うん、おいしい。パキする食感が楽しいんだけど、噛んで食べるのがもったいないぐらい口どけがいいから、ゆっくり口の中で溶かして食べたいなっていう感じでもパキパキかじりたいな、うん、スーッと爽やかで、このデーツはもう前にも何回も紹介してるんだけど、前回の動画を見てない人に一つだけ紹介です。オープン。じゃじゃん、こんな感じ。デーツっていうのは日本語でナツメヤシ、
なんだけど、美容と健康にいいんだって。ちょっと高いんだけど、自分へのご褒美として。でこれは種なしのタイプだから、そのまま食べれるので便利。いただきます。うん、こういう風にちょっとネチッとしてる。うん、砂糖とかが含まれてないのに自然の甘さで、うん、なんか黒糖のようなまろやかな甘み。うん、おいしい。ヨーグルトに混ぜたりクラッカーにのせて食べる人もいるみたい。このクッキーとさ一緒に食べても美味しそうじゃない？クッキーを食べて、でデーツを食べる。うん、なんかレーズンサンドみたいで美味しい。うん、甘いデーツと塩気のある塩バタカマン。なんかレーズンサンドクッキーそんなの食べてるみたい。うん、組み合わせが最高。うん、サクフォロでなんか最初食べた時なんか粉っぽくないと思ったけど、なんかこの癖になる食感かも。で後から結構あ塩気が効いてるみたいな。うん、食べれば食べるほど好きになる味そんな感じの塩バタカマンクッキーでした今日は新しいチョコミントとお菓子の紹介でした。またまた新しい、バレンタインデーギフトが届いたので開けてみたいと思います。イエーイありがとう。今回はアメリカのお友達から届きました。すごい大きな箱なんだけど、何が入っているのか開けていきましょう。 Here we go。 オープン。うわーすごい綺麗なラッピング、ありがとう。じゃあオープン。 With special feelings Thank you message toOkay, here we go. Very fluffy, what is this? Very excited to open. What? Pink! Sounds very cute. Eh? Open. Fluffy! It is very cute. Wow!ナイスインサイドラッピング。オープン。ベリーキュート&フラッフィー。うわー、ハローバニー。え、かわいい。うわー、ベリーキュート。オーサム。ルックスオベリーワーム&ベリーロング。わあ、わあ、キュートポケット。すごいかわいいウサギさんだ。しかもめっちゃ長い。あったかそう。へえ、すごい。ちょっと着てみようかな。全部外すと、うわー長い。うわーこんな感じ。うわーかわいいし、あったかい。すごい、じゃん。うわー今年の干支にぴったり。素敵なギフトありがとうこんな感じでした。
じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいね、グッドボタン、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなからのコメントもお待ちしてます。じゃあまた次のシルジャパン TV でお会いしましょう。またね、バイバイ。ぴょんねー。バイバイ。